はいどうも皆さんこんにちは、アキトです。線形ライスオーダー82回目で、今回は標準形の例について見ていきたいと思います。ここ最近はジョルダン標準形の話をしていて、ベキセロ行列の標準形が存在すること、そしてその標準形がジョルダン細胞の並べ方を除いて1位であること、その証明をしましたが、まだジョルダン標準形の例は使っていないので、今回はこの例を見ていきたいと思います。例としてこの 4×4 行列考えてみたいと思いますが、まずは括弧1番で2回前に扱ったプロポーション6の6番、これは何だったのかというと、ベキセロ行列の標準形が存在するよと。これを扱ったのがこのプロポーションで、この証明と同じ流れでこの行列へのジョルダン標準形、これを考えてみようと思います。以前のプロポーション6の6の証明だと、当然一般的な形で扱ったので抽象的であまりピンとこなかったという人いるかもしれませんが、今からこの具体的な行列 A でこの証明と同じ流れで進めていこうと思いますので、もし以前の話ピンとこなかったのであれば、今からのこの具体的な例、それを見た後にまた戻ってみて、以前のこのプロポーションの証明見てみると、以前よりは少しはスッキリいくんじゃないのかなというふうに思います。では進めていこうと思いますが、以前のこのプロポーション6の6はベキゼロ行列の標準形の話をしたよと。まだベキゼロ行列に関する話しかしていなくて、じゃあこの行列 A、 まずはちゃんとベキゼロ行列になっているよと、このことの確認をしようと思います。ベキゼロ行列の定義は、この A っていうものを繰り返しかけていったときに、どっかで途中で0行列というふうになっているよと。なので A2 乗、A3 乗、A4 乗順番に調べていって、どっかに0行列になっているものが見つかるはず。なので順番に計算していってもいいんですが、例えば A2 乗計算する際にこのまま計算しようとすると、 4×4 行列これかけるので、たくさんの数字が並んでちょっとごちゃごちゃするよと。まあ、結局はこの計算しなければいけないんですが、こういうふうに数字たくさん書くっていうのはちょっとごちゃごちゃしてしまうので、これは少し工夫してスッキリ書いていこうと思います。どうするのかというと、結局やることは普通の2乗の計算と同じであるんですが、E1、E2、E3、E4。今回4次元の話をしているので、この4つに注目してあげるよと。1000、そして0100、以前のこれまでの証明とかでも何度か登場しているような、これを使って計算していくよと。じゃあまず AE1 考えてあげると、1番目だけ1で、他全部0なのでかけてあげると、一番左が出てくるよと。一番左ってのは0ベクトルで、 AE1 が0ベクトルですよと。今度 AE2 考えてみると、 E2 っていうのは2番目が1で、他全部0、これ左から2番目の子が出てくるよと。1000で、つまりこれは E1 と。 AE2 というものは E1、 こんな感じで E1 から E4 行列へかけたもの、これを調べていくよと。 E3 というものをかけてあげると、左から3番目の1000、つまり E1 が出てくるよと。で AE4 というもの、これ考えてあげると、左から4番目の子が出てきて、ここはちょっと複雑で 1-1、10、 これが出てくるよと。まず一番最初1なので、つまり E1 の係数が1で、次マイナスの E2 で、次 E3 と、こんな感じで表すことができるよと。結局やってることとしては、普通に行列かけて計算するよというだけであるんですが、 E1 から E4 に分けることによって、じゃあ結局こんな感じで列を取り出して見ていくことができるよと。こうすると結局やることとしては全部書いて計算するのと同じなんですが、ちょっとすっきり書くことができるよと。とりあえず今 E1 から E4 に A かけてあげると、これはただこの列ベクトル、それを取り出したよと。これがとりあえず A かけたもので、じゃあ今度 A2 乗を計算していこうと思いますが、これに関して同様に A2 乗 E1、 こういうふうな感じで調べていくよと。 A2 乗 E1、 E1 に A かけたら0ということは、この0ベクトルに A をかけるよと。ということはこれ0ベクトルと。A2 乗 E1 というのは0ベクトルで、つまりこれ何をしているのかというと、 A2 乗これ E1 かけているよと。で E1 かけると A2 乗の一番左がここ出てくるんだけど、0ベクトルなので、つまり今分かったこととしては、一番左ここが0000ですよと。つまりこんな感じで全部一気に書いていくわけではなくて、 E1、E2、E3、E4 を分けてあげて、こんな感じで列ごとに考えていくよと。結局は全体考えているんですけど、こうするとちょっとすっきり書くことができて、じゃあ今度 A2 乗 E2、 これ考えることにすれば、 E2A かけると E1 ということは、もう一回 A かけるので AE1 と。で AE1 は0ですよと。なので A2 乗 E2 これも0で、ここは0だということが分かったよと。じゃあ A2 乗 E3 考えることにすれば、この E1 にもう一回 A かけるよと。 AE1 でこれは0ですよと。ということはここも全部0。じゃあ一番最後 A2 乗 E4、 これ考えることにすれば、これっていうのは E4 に A かけるとこうなって、でこれに A かけるよと。 AE1-AE2+A の E3、 こういうふうな感じで表されて、 AE1 っていうのはこれは0ですよと。引くことの AE2 っていうのは E1 で、プラスの AE3 これっていうのは E1 で、 E1-E1 で打ち消しちゃって、これも0と。
ということは E1 から E4 まで全て計算ができて、つまりこれ全部0なので A2 乗計算すると全部0が並んでいる、つまり0行列ですよと。なのでこの4つかけて全部0なので A2 乗が0行列ということは2乗して0というふうになっているよと。なのでべき0行列だ。まずはこの確認ができました。じゃあべき0行列なので、このプロポーション6の6の証明と同じ流れで進めていくことができるはずで、でどういうふうに進めていったのかというと、初めて0となるようなこんな型の番号に注目したよと。今回で言うと A っていうのは0行列ではないよと。 A 自身はこれは0行列ではなくで A2 乗して初めて0行列となっているようなこんなべき0行列ですよと。こんな状況で、で A 自身は0行列ではないので、以前の証明の記号だと E というふうに書いたもので、じゃあ AE っていうのが0ベクトルじゃないようなこんなベクトル E というものがあるはず。 A っていうのは0行列じゃないので、もし0行列だったら AE1E2E3E4 これ全部 A かけたら0というふうになっているはずなんだけれども、今回そうじゃないものがあるので、じゃあ A っていうのは0行列ではなく、でこんな E っていうのは少なくとも1個あるんですけど、この中に見つかるのでこれは何でも OK と。この E に当たるもの E2 でも E3 でも E4 でもとりあえずここ0じゃないのでどれでも OK なんですが、じゃあここでは AE2 これを取り出して考えてみたいと思います。 AE2 かけてあげると E1 でこれが0ではないよと。以前の証明で E というふうに扱ったもの、この例では E2 で考えていくよと。でこの E 取ってきてここでは E2 というふうにしているんですが、何を考えたのかというと、 V という空間でどういうものだったのかというと、この取ってきた E2、今この E に当たるもの E2 これに対し、じゃあ E2 とあとは1回かけたもの、2回かけたら0というふうになってしまうので、 E2 自身と1回かけたもの、これを考えてあげるよと。今 AE2 この2つによって生成されるような C4 の部分空間 V というものを考えるんですけど、 AE2 これが今 E1 ですよと。つまり E1E2 この2つによって生成されるような C4 の部分空間、これを考えていくよと。でこれが V というもので、じゃあこんな V 定めてあげると、この後のジョルダン標準形にこの部分はそのまま直結しているもので、なのでそのことを踏まえてちょっとここにメモしておこうと思いますが、じゃあまず P1 というもの、今から P インバース AP というものを考えて、これがジョルダン細胞が斜めに並んであと全部0となっている、そういう形、そんな P 考えたいんですけど、じゃあこの P の列ベクトルに当たるもの P1、P2、P3、P4 この4つを定めようと思いますが、とりあえずこれで P1、P2 に関しては実は決まって、どういうふうにすればいいのかというと、今 AE2 というものでもう1回 A かけたら0に行くよと。なのでこの P1 というものは AE2 つまり E1 というふうに定めてあげるよと。でこの P2 に関してはこの E2 で定めてあげるよと。でこういうふうに定めてあげるとどうなるのかというと、この AP1 というものが AE1 というふうになるよと。こういうふうに P1 っていうのは E1 というふうに定めてあげると、 AP1 っていうのは AE1 でこれが0に行くよと。で P2 今 E2 というふうに定めていて、で AP2 どうなるのかというと AE2 でそれが E1 ですよと。で今 E1 これ P1 というふうに置いているので、AP2 は P1 というふうになっているよと。ジョルダン標準形において0、ここが P1A かけると0になっていて、で P2 に対し A かけると P1 になっている、こういった関係が実は大事になってきて、とりあえずそんなものとしてこういうふうに定めることができたよと。じゃあ、あと残りの P3、P4 を考えていこうと思いますが、以前のプロポーション6の6の証明だとどういうふうにしたのかというと、この V に対し V と W の直和の形 で以前のこの証明だと数学的機能法で、じゃあこの W に対してこれは行列のサイズ下がっているので、これ機能法を使ってあげるよと。この W を考えたわけですが、それに当たるものを見つけていきたいと思います。じゃあどうすればいいのかというと、とりあえず E1、E2 直和の形ですので、それとは関係ないその W、 これを見つけていきたいよと。でどんな W だったのかというと、条件としてちょっと細かい条件でありましたが、もし X っていうのは W の源だとすると、 AX この行列 A かけても W に収まっていて、こういうふうに直和の形で表されるようなこの W を考えてあげるよと。でこの直和っていうのは全体となっているようなものあるということが保証されていて、それを考えたのでこの W を考えてみようと思います。じゃあ今とりあえず V として E1、E2 この2つ相乗しているので、まだ登場していない E3、E4 これを考えてみようと思います。どっちを先に考えてもいいんですが、じゃあここでは E3 の方、こっちを先に考えることにして、この E3 というもの自身は今 V に入っていないよと。 E3 というもの、 V は E1、E2 によって生成されるような C4 の部分空間なので E3 は入っていないよと。
E3 入っていなくて、じゃあ行列 A かけたもの、この行列 A っていうのはとりあえず2乗すると0行列なので、A2 乗 E3 っていうのは0で、じゃあこれ V に入るよと。じゃあ A っていうのは何回かかけたら V に入るので、じゃあ初めて入るようなところを考えてあげる。そんな証明、以前のところで扱ったんですけど、それと同じような感じで進めていくよと。じゃあ A、E3 というもの、今 A、E3 っていうのが E1 で、で、E1 というもの、これは V に入っているよと。E1。これっていうのは E1、E2 によって生成されるものが V なので、E1 は V に入っているよと。ということは、V っていうのはもともと定めていたものとして、E2、A、E2、こんな感じで E2 基準で A かけたもの、これらによって生成されるものというふうに定めていたので、ということは、A、E3、この E2、A、E2 を使って表すことができるよと。今回で言うと、E1 というもの、これが A、E2 ですよと。E1 と A、E2 同じなので、A、E2、こういう感じで表すことができ、ということは、A なんとか A なんとかというふうに表されているので、移行してあげると A でくくることができるよと。以前の証明のところでこういう流れあったのを思い出してあげると、それと同じような感じで進めているだけであるんですが、A、E3-E2、これイコール0ベクトルですよと。この関係式で、じゃあこの E3-E2 考えたときに、A かけて0ベクトルですよと。ということは、この条件、X というのが W に入っていたときに、で、これ、A かけたら必ず W に入っているよと。条件として E3-E2 というもの、これっていうのは V に入っていなくて、で、A かけたら0なので必ず W に入っているよと。この条件を満たすようなもの。ということは、W というもの、とりあえず1個として E3-E2、これ用意してあげればいいんじゃないかと。これ用意してあげると、じゃあ A かけても入っているよと。この条件を満たしていて、これ E3 から出来上がっているようなこんな W の弦ですよと。じゃあ今度まだ残っている E4。これはまだ V に入っていないので、これ注目してみようと思いますが、E4 っていうのは今 V に入っていないよと。じゃあ同様に A、E4 考えてみようと思いますが、A、E4 考えてあげると、これは今 E1-E2+E3 と。で、今 W の弦としてとりあえず E3-E2。これがあるということに関しては分かっているので、これも合わせて考えてあげるよと。これも合わせて考えてあげると、E3-E2 という部分、それがここに現れているよと。今、ここの部分がこういうふうに定めたときに、これ W に入っているようなもの。ということは、この部分に関しては、行列 A かけても中に留まっている、そんな条件を満たしているよと。じゃあ、あとはここの E1 注目してみようと思いますが、この E1 に関しては、これは V に入っているよと。つまり、V の弦と、とりあえずここで保証されている W の弦、この2つの和の形で表すことができているよと。で、この V の弦の方、ここに注目してみようと思いますが、V の弦なので E2、A、E2、これで表すことができるよと。A、E4 というもの、これっていうのが、今 E1 で、E1 っていうのは A、E2 ですよと。A、E2-E2+E3 と。じゃあ、ここの V 移行してあげると、A の E4-E2、A でくくることができるよと。で、これっていうものが E3-E2 というふうになっていて、で、これ考えてあげたときに、じゃあ、X というもの、W の弦のときに、X も入っている、この条件を考えてあげると、今、E4-E2 というもの、A かけると E3-E2 で、これ W の弦ですよと。ということは、E4-E2 というもの、これっていうのが、今、A かけてあげると、これになっているよと。E4-E2 というもの、A かけてあげると、こうすると E3-E2 になっていて、ちゃんと W に留まっているよと。ということは E4-E2 というふうな感じで考えてあげれば、この条件を満たしていて、で、今、ここの部分の E3-E2 だけだと、これってのは含まれていないので、これも加えてあげるよと。で、こういうふうにしてあげると、この W ってのは2次元、で、V ってのは2次元で、そのこの条件を満たしているものなので、じゃ以前の証明の W っていうものは、具体的にはこんなものですよと。で、特に今回のこの形でいったときに、じゃあ W というものを改めて定めることにすれば、今こういうふうになっていて、W というものを改めて書くことにすると、A の E4-E2 というもの、で、これと E4-E2、これ考えてあげるよと。で、今ここの部分、A の E4-E2 っていうのが E3-E2 で、ここもう一回かけたら0に行くようなそのものだった。で、E4-E2、こういう感じで表されて、で、以前の証明だと数学的機能法なので、じゃあこの小さい分のこの W で機能法の仮定を使ってという感じで進めていったんですが、今回もともとは4次元で、これ2、2に分かれているよと。で、この2つ見てあげたときに、今 A かけたら、この E4-E2、A かけたらこれに行くよということで、これと同じ関係になっているよと。E2 に対し
A かけて A is、 それと同じような形になっているので、今回はちゃんとやるんだとすると、この W に対して数学的の、じゃあこの 2×2 行列の話というふうに考えてあげて、そこでジョルダン標準形の形を作ってあげる。ちゃんと数学的の方でやろうと思うと、この小さいところでその形を作成する、そういう感じになるんですが、とりあえず今回で言うと A かけたらこれになっているよという関係になっているので、これで実はもうジョルダン標準形出来上がるよと。どういうふうにするのかというと、これと同じような感じで、じゃあこの P3 に当たるもの、これと E3 マイナス E2、 こういうふうに定めてあげるよと。 E3 マイナス E2 というふうに定めてあげると、つまり P3 というもの A の E4 マイナス E2、 こういうふうにするんですが、じゃあこの P3 というものに A かけてあげると、 AP3、 結局これに A をかけるよと。 AP3 っていうのは A2 乗の E4 マイナス E2 で、ただ A2 乗というのは0なので、これは0に行くよと。で、今度 P4 というものをこれで考えてあげる。E4 マイナス E2。こういうふうに P4 を定めてあげると、AP4 というもの、これっていうのが今 P3 となるように定めているよと。これっていうのが P3。なので、P1、0で P2 が1。これと同じような感じで、P3 が0で P4 が P3 になる。これがジョルダン標準形を表しているような、実はそんな形になっていて、とりあえずこれで P1 から P4 まで定めることができたよと。なので、これで準備に関してはおしまいで、これでジョルダン標準形が実は分かっていて、どういう形になっているのかというと、じゃあ今こんな状況と。この流れに関しては、対角化と同じような流れで考えるよということなんですけど、じゃあ P というもの、これ P1、P2、P3、P4、この4つ並べたような、こんな行列と。具体的に言うと、P1 というものは E1 というふうにしているので、1000、P2 というものは E2 なので、0100、で、P3 というものは E3-E2 なので、0-110 と。E3-E2。で、P4 というものは E4-E2 なので、ここの分は -1 で5と。E4-E2 ということで、こういうふうに定めてあげるよと。で、ここでは確認しませんが、この行列 P というもの、正則行列である、そんなことを確認でき、まあ、今回の状況で言うと、この P の行列式っていうのが、これ左下の方に関しては全部0というふうになっていて、ということは、じゃあこれ展開していくと、まずここ1000に注目してあげると、1が出てきて、で、100-110、で、-101 というふうになっていて、で、この部分1取り出して、この列に関して展開してあげると、1×1× 残り1001で、あとは AD-BC 考えてあげると1ということで、まあ、行列式1で0ではないので、一応正則であるということを確認できて、で、こんな感じで P というものを定めてあげるよと。で、こう定めてあげると、じゃあ今この関係式考えてあげると、A というものに P1、P2、P3、P4 をかけてあげるよと。つまり AP 考えてあげるんですけど、今これが AP と。AP というものを考えてあげると、これっていうのは A の P1、P2、P3、P4 と。これを並べたものと。で、今これ区分けした形で考えてあげると、じゃあこの行列 A という塊と、あとこれ 1×4 行列の積というふうに考えて計算することができて、 AP1、AP2、AP3、そして AP4 と、こういう感じで表されるよと。で、今 A かけてあげるとどうなるのかというと、こうなるよということで、で 0P1、 そして 0P3、 こんな状況ですよと。こんな状況でこれ P を使って表してあげるとどうなっているのかというと、じゃあこれっていうのが今 P に対し、じゃあここの部分考えてあげると0なので、こう0000と。今 P というも何かというと P1、P2、P3、P4 と、これを並べているのが P という行列。これに対し、じゃあ今何かかけてこうなるよという形で表すことができ、ここ0なので、じゃあここに関しては0000と。で、これでここが0になり、こう P1 なので、 P1 出てくるためにはここが1と。で、あとは全部0と。0000。こうすると P1 というふうになるよと。で、ここ0というふうになっているので、じゃあここに関しては0000と。で、ここ P3 と。じゃあ P3、かけて P3 になるのは、この分だけ生き残っている。3番目が生き残っていて、こうと。ということは、じゃあ今こんな感じで表すことができたよと。で、今ここの部分 P というふうに置いていて、で、これ何かというと、ここの部分、じゃあここ22で分けて考えてあげると、この部分と、あとはここの部分、両方ともこれが J2 の0と、斜め0で右上の方が1になっている。つまり、虹のジョルダン細胞で、じゃあ J2、02つで、あと全部0行列が並んでいるよと。
ということは、これがジョルダン標準形。J に0、0で J に0。こういう状況ですよと。AP っていうのが P かけこれですよと。で、P っていうのは正則行列。なので、じゃあ P インバース AP。左から P インバースかけてあげると、今回 J に0で、あと0、0で J に0。ということで、これでジョルダン標準形、今回で言うと具体的にはこんな形ですよと。以前のプロポーション6の6の証明と同じ流れで、こんなことを確認することができました。今のがプロポーション6の6、ジョルダン標準形が存在する、その証明と同じ流れで、具体的な P っていうものを作っていって、それで考えてあげるとこんな形になるよと。これと同じような流れで進めていくと、こういうふうになるよということなんですが、じゃあ今度は括弧2番で、プロポーションの6の7番。これ前回扱った話なんですが、何だったのかというと、ジョルダン標準形の一次性。とりあえず何らかしら P というものがあって、こういう形になるよと。少なくとも1個はこういう形があるという話で、ただこの形、ジョルダン細胞の並べ方、それを除いて1位であるよと。そんなことを証明したのが前回の話で、で、このプロポーション6の7に関しても、ランクとか使って、N1、N2 みたいな感じでちょっとごちゃごちゃして証明したので、これに関しても以前の話だとあまりピンとこなかった人いるかもしれないので、一応このプロポーション6の7の証明と同じような例に関しても扱っておこうと思います。で、このプロポーション6の7の証明、それと同じようにやってあげると、今回で言うと、この P に関してはわからないんだけれども、でもジョルダン標準形がこの形である。つまり J20 っていうのが、これが2個並んでいるのはこんな形だということに関しては、このプロポーション6の7、もちろん存在を認めてという上での話であるんですが、これと同じような流れでやっていくと、この形に関してはちょっと計算するだけで実はわかります。なので、その話もしておこうと思いますが、じゃあジョルダン標準形、結果的には、今の括弧1の例のところでこうなっているよということを確認できたんですが、とりあえずこの形分かっていないというふうにしてあげると、この右辺の方の形だけだったら実は比較的すぐ分かって、どういうふうに分かるのかというと、じゃあ J10、 この前回の証明の記号と同じような感じで、じゃあ J10 っていうのが N1 個、そして J20 っていうのがこれが N2 個というふうにして、とりあえずこんな感じで表すことができる。少なくとも一通りの表し方があるということに関しては、それは認めて、まあ、証明したので保証されていて。で、じゃあ、どれが並んでいるのか、それに関する話で J40、N4 個と。まあ、J40 っていうのが、これが000で、あと11。こういうような 4×4 行列というふうになっているので、で、これ斜めに並んでいるようなもの。なので、一番細かく並んでいるのが J1、J1、J1、J1。で、一番大きいもの並んでいるのが J4、 これが並んでいるだけ、まあ、とりあえず可能性としてサイズとして1から4ですよと。 J1 ってのは4というパターンとか、 J2 が1で J1 が2個とかいろいろあるんですけど、まあ、とりあえず可能性としてあり得るのはこの4パターンなので、じゃあこの4つ N1、N2、N3、N4 個、こういうふうに置いてあげるよと。じゃあどうなっているのかというと、こういうふうに個数定めてあげると、今 J10 っていうのはこれは結局0というようなもの。で、斜めに並んでいて、じゃあこういうような0というもの、これっていうのが今 N1 個並んでいるよと。これは全部で N1 個並んでいるので、じゃあ行列のサイズに関して、今これ 4×4 行列ですよと。4というものが今とりあえず N1 と。で、J20 っていうのは0001で、これっていうのが今 N2 個斜めに並んでいるよと。ということはサイズに関して2倍の影響を与える。2倍の N1。というように3倍の N3 プラス4倍の N4、 この関係式を満たしているよと。そしてランク A 考えてあげると、ランク A というものがどういうものだったのかというと、ランク A のランクで、ここの部分1というものがあって、 J1 は影響を与えなくて、 J2 っていうのは1個分影響を与えるよと。ということは N2 で、 J3 っていうのはこれ1が2個並んでいるので2個分影響を与えて2倍の N3 と。で、J4 というもの、これ3個1並んでいるので3倍の N4 と、こういうふうになっていて、で、今回ランク A どうなっているのかというと、回数に関してはかなり前に扱いましたが、基本変形して、じゃあ斜めに1並ぶというようなそんな関係式で考えてあげるよと。基本変形考えてあげると、じゃあ基本的には0が並んでいて、例えばこの1に注目してあげると、加えて引いてあげると、ここの部分が1、そして0、0というふうにすることができるよと。あと0が並んでいて、そうすると1、1と。で、今度、例えばここに注目して引いてあげると、ここ0という風になって、あとは順番入れ替えてあげると、ここの部分1という風にして、順番入れ替えてあげると、ここ1という風にして、あとはここ列入れ替えてあげると、こんな感じになって、ということは1が2個並んだ、こんな形にすることができるよと。以前の基本変形を思い出してあげると、じゃあ今、ランク A っていうものは2ですよと。
ということはこれイコールにこの関係式で、でこのランクというものは変形の仕方によらないと P インバース AP、 こういう風な形で今ジョルダン細胞が並んで他全部0という形にできるという話で、この形のランクとこのランク変わっていないよと。なのでこのイコール成り立っていて、でランク A2 乗、これどうなっているのかというと、この J2 っていうのは2乗したら消えるよと、で J3 っていうのは2乗すると斜めに並ぶ、この1っていうのは1個ずれて1っていうのは1個しか出てこないよ、そういう話だったので、 N3 プラスで J4、 これ2乗してあげると1っていうのは2個並んでいるよと、なので2倍の N4 と、でこれがランク A2 乗になるんですが、ただ A2 乗さっきの括弧1で計算した通り、このべき0行列2乗したらもう0になっているよと、もう2乗したもの0行列なので、斜め1並ぶ個数それって0個ですよと、つまりランク A2 乗っていうのは0、つまりこの関係式を満たすような N1 から N4 ですよと。でもちろんこれ個数に関する話ですので、これは整数でなおかつ0以上の値ですよと、0以上の整数 で N3 たす2倍の N4 っていうのが0ですよと、こういうふうに言っているので、ということは N3 っていうのが0で、あとは N4 っていうのが0ということがここから分かるよと、0以上たす0以上で0になっているので00しかないよと、 N3、N4 これってのは0個で00というふうに見てあげると、ここの部分 N2 と下から順番にこの個数定まっていくよ、それで1位であるということを証明しましたが、その具体例として、じゃあこの関係式から N3、N4 が定まっているよと、でここ00で N2 見てあげると今これが2とで、 N2 が2でここ00でここ N2 ですね、N2 というものを2というふうにしてあげると 2×2 で4ということは N1 が0ですよと。なのでこのジョルダン標準形考えたときに、 J1 が0個 J2 が2個と、今ここの部分0個で J2 っていうのが2個で、 J3 っていうのが0個で J4 っていうのが0個で、ということはこういうふうな感じでプロポーション6の7の証明と同じような感じでやっていくと、この P に関しては全然全くわからないんだけれども、でもここに J2 が2個並んでいるよ、このことに関しては比較的簡単なこういう計算でわかるよと、一応このプロポーション6の例に関しても確認しておきました。はい、ということで今回は線形代数の第82回目で標準形の例を見ました。今回はここら辺で、また見てください。バイバイ。